ウェイ。やります。今日はどうしますかね。牛尾が終わったんじゃったね。うん、バッドエンド全然増えないな別にまあまあ、まあ、でも結局まあ回収すっかな。なった時でいいよね、マジで。はあ、3人が3日目行きを決めましたね。まさし、よしこちゃんが、3時半か。あ、傭兵が生き返りました。馬ちゃんの続きやりたいんですけど、傭兵、とんと触ってなかった気がするんで、傭兵から行こうか、じゃあ。よすこさん、太った女。ベル、あー、みなこちゃんね。そう、これがあったからキャベツ卿に入信してなくて済んだっていう不安から解消される、ある意味ハッピーエンド。また遊びに行こうね。アンカフェ、これがあれか、牛尾の助言だったわけだ。あんなもん見るもんじゃねえかっこよかったな。優雅な BGM。 6時、ありのまま。お母か、今度は。こいつうまいな。お袋、あー、うん、まあ流されてたかんね。いやでもこの間言ったじゃんみたいな。あ、いいっすね、夕焼け。あ、え、傭兵も。これがでもあれか、一段落したら終わる感じ。おお、ノンアルですか。京子、息子とさ、あー、いいお父ちゃんだね。うん、先生、あー、ノンアルなんかあるわけもなくあ、すごい凛とした感じの方ですね。目くじら立てるような親じゃない。些細なことの向きになる。目くじらは目の端の意味で、くじらの目やメスのくじらとは関係ない。当たり前だ。乗りツッコミもできる。
18だからな。まあでもそんぐらいの年いっぱいも飲んだことないっていう人も少ないのかもね。ビールってどんな味するんだろうなっていうのは多分ね思うだろうよね。まあやったら苦ったらしいんですけどね、あれを未だにうまいとは思えねえんだよ。別に嫌いじゃないけどうまいと思わないんだよな。確かに違う。おお。みんな純粋培養された箱入り息子。ああ。なんかすごいさ、金持ちなのにさ、性格がいいよね、お父ちゃん。あ、金があるからか。金持ち喧嘩せず。余裕があるんだろうな。一緒に振り返った。誰だ？お！これもうちょっとしたら出てくるんですけどね。このお方は。はい。あれですね。リュウライタさんです。おじさま、まあね、貫禄ありますね。さすがの関東白峰組組長、白峰忠道。イメージはね、やっぱ継続のね、野々村さん、継続スペックの野々村さんですね。で、クイズにも出てんだけど、クイズの、リュウ・ライタさん、すげえかっこいいから、マジで。だから難しいんだよね、あのドラマ。継続とかクイズ好きでも、ガチガトリック好きでも、クイズあんま好きじゃないって人いたかんね。ギャグ要素を全くなくした継続みたいな感じ。組長、この BGM 好き、この辺好き。わしと一緒のところを見られてもお祝い、婚約すること。まだ向こうの親に話言ってねえだろ。何、婚約。まあ多分街の中でね、一番のあれかな、リュウライタさん。まあ、窪塚洋介もよっぽどだけど、うん。結構いるんですよね。鋭い眼光。高三ですからね。ところがどっこい。二人とも、この他に二人妊娠しています。一人はもう出産済みでございます。どうなっちゃうんだろうね。他人事。知らみぬ。おじさま、
お、ですが、リュウ・ライターさんやっぱ20年前か、なんかやっぱ若いよな。うん、シワとかがまだ、うん、ちょっとなんかツヤツヤですよ。ツヤツヤっていうのもあれだけど、驚かされる。こういうことが続いて、あ、そっか、そう、この辺のね、詳しいお話はね、あの馬ちゃんのシナリオでね、あれ面白いんで、うちのルイ子がな、結婚すると言い出した。お姉さんが、あ、やっぱ仲いいんだ。前にうちの組にいた男だ、まさみちゃんね。白峰が言っているのは牛尾まさみのことだが、実際にルイ子の白峰邸にやってきたのは馬部仁太郎。今から8時間ほど前の話でる。そのシーンを見る。あ、優しい。8時間前に戻るんだ。おー、助かる。ちょうどね、馬ちゃん行きたかったんでね、目をかけていたが、肩気になると言って半年前の足を洗った。それが今日ルイ子と一緒になると言って戻ってきよった。どうもこうもない。面倒なことになってな、保留だ。まあ警察に追われてる身だからな。ランドセル背負ってたお前が結婚とはな。ついこの間までって、だってさ、6年前だからね、たかだか。今18とかだから。5、6年前ですよ。ついこの間、思ってたって、お、あの、背負ってたんだって。ついこの間まで。そんな何年もね、経つあれじゃない。うん、ああ、よかったね、おめでとうと。お母ちゃん、気の抜けた。意に介さず、上の空というか、なんていうか、へえみたいな。後継ぐなら当然ねと。ああ。なんかこの辺の BGM やっぱ試練っぽいんだけど、あれなんですかね、やっぱ。関係ねえか。こじつけな。まあでも、ケイマのやってる時に、試練のキャラ出てきたのはびっくりして。おお、そういえばこれ、あれか、チューンソフトだったって。今はね、スパイクさんとくっついてね、あ、12月3日にね、あの、スイッチで試練5プラスが出るっていうことでね。タイク2をクリアするべきかな。そろそろでも再開したいっすよね。若造。よく言い聞かせておいてください。時代がまだね、この時はね、まあ、20年前か、優しい、22年前か、まあ未成年ではあるがっていう。まだこの時はね、飲酒運転とかもね、今ほどね厳しくなかったですからね。割とみんなやってたっつうか、うん、そういう時代でしたよね。
学校なんてどうだっていい。わしに任せておけ。きちんとけじめをつけた方がいい。なあ、飛沢君、振るな振るな。とりあえず終わりかな。うん。楽しいお食事会でしたね。傭兵以外が楽しい。もうでもあれ、美奈子ちゃんでいいかなみたいなあれにはなってんじゃねえかな。でもなぁ。時間もまだ早い。公認の中だ。あとはお若い若い人たちでってやつですね。外泊だけはダメ。すごいな、結婚願望強いのかね、美奈子ちゃん。18で結婚したいと思う子の方が少ないと思うけど。遊びたい盛りでしょ。だって尊敬好きなんだべな。俺が18の時だから。この身長差いいですね。首1個分ぐらい違う。こんぐらいの身長差のカップル好きだわ。ミナちゃん、うん、大変なことになるね。まあ美男美女でって思われるだろうけどな、うん、自殺しちゃう独身男性教師が3人は出る。女子校の独身男性教師は少々顔がへちゃむくれでもそこそこモテるらしい。男なら一度はなってみたいとつい思ってしまうが、実はあの年頃の子ばかりの世界で生きていくのはかなりしんどいのだそう。俺絶対嫌だわ。若い子無理だもんだって。あ、何考えてるかわかんねえもん、若い子。うん、ハッピーエンドのラブストーリー。幸福な結末。見るには楽しいが、作るのには相当な困難が伴う。それがドラマでも映画でも現実。確かし、うまいこと言うわ。青と青春の埋蔵金。ちょっと見てみたい。パンテオン。あ、おい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 、連日はまずいですよ。いるはずがないか。待ってるだろうな。押しかけてくるぐらいだから、まあ当たり前っちゃ当たり前だけどな、子供できたんだから。そういう女ほど、ああでも確かに兄なんかメンヘラっぽさあるかもな、今で言うと。20年前はまだね、メンヘラって言葉がね、そんなつがなかったんじゃねえかな。
問題。膨れる、かわいい。創立記念日。口からその場しのぎでとんでもねえこと、取り返しのつかないこと。気持ちの証。おお、この時はまだ携帯なんつももね全然流通してませんでしたからね。98年だもんね。俺がまだ少年だった頃ですよ。妊娠検査薬、尿を調べて妊娠したかどうかをチェックするもの。女性は妊娠すると人専門性性刺激ホルモンという HCG というホルモンが作られ始める。その HCG は尿にも排泄されるので、これを調べることで妊娠の有無が、そうなんだ。あのあれですよね、なんか体温計みたいなやつになんか赤い横線が入るやつだよね。うん、あれって薬局とかで簡単に買えるようなもんなんですかね。うん、美人。まあ、すべてもう一人生まれてんだけどね。いや、いいえ、下ろしてくれってやつですか。下ろしてくれって言われてもな、あの子は多分一人でも産むだろうから、そんな感じはする。綺麗な顔立ちしてますよね。うん、あやさんが好きなんですよ、俺は。うん。かおるちゃんも可愛いけど。愛と青春の埋蔵金。すごい幽霊に会ったみたいな悲鳴。うわあ待ったでしょうな。1時間と50分、普通じゃなかった。すげえ。これは刺されっとえ。うん、あー優しい、その優しさが辛いよね。肝心なとこ全然言わないよ、まあ、言えるはずもねえんだけどな。昨日の今日だったかな。大本命が多分ね、みなこちゃんなんだろうけど、遊びすぎよ。いとこ。カフェラ見る。
焼きサンド、酸っぱいもの、胸がいっぱい、うん。ああ。寂しかった。ああ。遠回しすぎだな。うん。ああ。あ、かわいい笑顔。いいんだよ。うすうす、そりゃそうなるわ。何事だってなるよな、周りはな。ふふふ。うん。え、うん、まあそのつもりだけど。これはまあでも美奈子ちゃんのあれを考えると、まあまあでもまあこれかな。なるほどね。うん。ああ、もう母親の顔になってる。まあ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 、まあ、この子。完全に向きだ。結婚、結婚。あ、そりゃそうですよね。三人水入らず、だいぶ先。18よ。出た、座り。さっきは胃が空の時に強くて、朝目が覚めた時に気分が悪いことが多いので、英語ではモーニングシックネスなどと言います。見るのは初めてだな。少年。突然出没してはうんちくを披露し去っていくので、うんちく少年と呼ばれる。そのままだ。何者だお前。なんか飲み物飲んでる。ピンって消えんだよな、あいつ。ケーマの時によく出てくる気がする。うん。小学校の時、朝礼でいつも貧血を起こして倒れてすぐ乗り物をする。あー、退屈な話でも黙って聞くことができる忍耐力を生徒に養わせるための訓練の一つ。確かにな。あるいは集まるのが遅いとすでに集まっている生徒を
上司が叱る理不尽な儀式確かにってなるよね。ううそうさ、すぐそっちに戻されるみたいな感じなんだろうな。終わった終わった終わりました。めっちゃこっち見よるが、こちらに気づいてしまったが、ショックを受けたのか、その場で立ち止まったまま動かない。言っておこう、結婚しようとしている相手が、フラフラしている。アイス。女の戦い。会社に電話かけてきた。離れてるみたいだって相談受けて、一応守秘義務本来は医師や、弁護士など一定のものが秘密を守るべき法律上の義務の意味、漏らせば処罰の対象となる。ちなみに秘密を漏らしても法律上は罰せられないが、最も守秘義務を守らなければならないのは人の親であろう。親に秘密を暴露されたら子供はたまらない。確かに。うん。おお。応援します。あ、うまい具合にうまい具合につながった。あ、ああ、医者が嫌なら家でゆっくり休んでる。病気や怪我を治してあげたいと思う一方、いわばお客さんである患者が来なくなっても困る、アンビバレントな職業。まあ確かに商売繁盛を大っぴらに口することができない。大っぴらに口することが、大っぴらに口にすることがじゃないのかな。まあいいか、こうすることがなのか。お坊さんや葬儀屋さんも通り。なるほど、おけやがってやつですか。うん、テンパってるね。よう切り抜けたな。
自慢の。ああ。薬局、検査薬。病気じゃない。飲まない方が、ああそうなんだ。なるほど。確かにそうか。レモン、グレープフルーツ。流れを主導権を握られているな。そんなには。ああまあ花屋はやっぱ女の子多そうなイメージあるな。うん、女子校。ああ、まあそうだよね。うん、引っ込み思案。うん、うん、この人しかいないってなったんだろうな。うん、まあ普通にモテそうですよね。こんなところで聞かないだろう。これ言われたらグッとくるだろうな。三股してなかったら。どうしても自分の子供じゃないっていうの。いや、これはあれでしょう。初めてだったってことだろう。このアングルすごい可愛いっすね。あ、薬局。渋谷駅周辺には他に母を訪ねて行きたくなるような名前の薬局や人の名前そのまんまの店名のドラッグストアなどが多くあり、女子高生や OL を中心に苦手に。ちょっとわかりにくい説明。松本清三千里薬 OS ドラッグ。
あわわわ。いやーまあ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 。けしからん。あ、じゃあこれください。富ヶ谷 NHK からまっすぐ代々木湖すごい饒舌スラスラと一気に行った。まさかな。あ、続くんだった。傭兵でももうちょいで終わりそうですね。うん、はい、すっごい。あ、そういえばこっち使ってなかったな。使う子ねえじゃねえけど、行きましょうか。傭兵何時まで行ったんだ、あれ7時ぐらいまで行ったのかな、もっとか、7時ぐらいじゃね。あ、8時か。8時40分というわけで、馬チェーン行きますか。じゃあ馬チェーン行きましょう。面白いことになってますよ。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、いいんだいいんだ。久々の馬ちゃんですね。これがね、またね、すごいことになってんですよ、この男も。サンドズーシュさん、行こう。顔色悪いわ、めまいが。へい。ん？下足版？靴並べる人？下積みから始まる。正規の組員として認められるまでには、掃除洗濯から使い走り電話番などあらゆる雑用をこなさなければならない。そして礼儀作法やこの家業のいろはを学び、上から認められたものだけが杯をもらえるらしい。まあ知らんよな。終わるね。命をかけた演技、まあ、3時がどうこうっていうレベルじゃないからな。お、山吹有能の銀行。一大事。おお、いい面構えしてんな。わざわざ殺されに来たのかい。
あー、代わりにってことか。若頭という場合も、あー、なんかそっちの方が、うん、しっくりくる。代価？うん、組によっては意味はない。なるほどね。虫ずが走る。胸がムカムカするとき、胃から口へ出てくる液、胃液を、虫ずと言い、それと同じように不快でたまらなくなる。なるほど。誰が虫ずなんて言葉作ったんですかね。美人ですね。組の銃が使ったんですよ。組長の銃だ。あー、裏切り者ね。まあ撃っちゃったよね。なんだと？お、何を企んでる？竜が如くみたい。うん、蛇みたいなやつだな。鎧武者。正治入ってねえよな。うん、半年ぶりか。何度も会ってたんだな。まあ、多分ルイ子が一方的にうん、迷惑そうだったから。すごい、めっちゃ愛されてんだね。まあでもこういうさ、世界で育ったからやっぱね、子供の時から多分見てただろうしね。うん、強い男にやっぱ惹かれるんかね。おー、貫禄ある。右のやつのさ、渋さもすごいね。大きな体、二十条いっぱいに収まるように見えた。迫力よ。ね、後ろのやつもかっこいいよね。
け。後ろよ。ああ、傷の男の方か。目のあれだね、目に傷があるんだ。なぜここへ来た。殺されると分かっててなぜだ。柏木さんって言うんだ。柏木さん、五徳の冷麺さんも柏木さんですね。柏木、柏木岩尾、62歳先代の組長の時から品見を支えてきた古参の幹部組員、親子杯、兄弟杯、手打ちの杯。あー、三次、あいつが宝石強盗したなんて。見つけ次第始末する。野良犬。どんな思いで足抜け嬉しく分かってるはずだ。組を辞めること、普通退職金は出ない。そうですね。お前ももし本当に困った時に力を貸せるように、破門じゃなく除籍処分という形にしたんだ。ヤクザ社会の重い処分、処罰か。全国に会場が回り、どこの、組織にも属することができなくなる。ただ最近では暴力団対策法の影響で組織に頼るよりしのぎ、かっこ仕事がしやすいとゲリラ的に活動を行う元暴力団員もいるという。へえ。強盗容疑、恩和田で返すこと。ああなるほどね。襖の向こうから声がした。出た。もう大松、大松かな、大松かな。なんか確かね、大松だった気がすんだよな。だ、大松ってなんかテキストがあったはず。そう。右に若いやついる。うわぁ、ちょっと待って、これ円弧詰めんだろ、これ。晒しに巻いた包丁。白峰組。まっすぐ大松に向き直る。組長から手入れするよう預かったちゃうかな。後始末ってことか。交尾ぐらいじゃ済まねえ。青ざめて、いやそりゃそうよ。本当にこれからなくなっちゃうんだなって感じなのかな。マナ板、本来はマナ板で魚を料理するための板の台を指す。指を切り落とすためのものではない。当たり前だ。手羽包丁、魚料理などに使う。刃が厚くて幅が広く、先が尖った包丁。指切り専用の刃物というのはないので、これを使うよ。わかったよ。若いよね、あの子ね。ゴケ。
ーすげえ嫌そうな顔して当たり前だよな。馬ちゃんただの役者なのにこんな場に居合わせて、大松の小指を拾うと宝所、宝所師の役、構造桑の一種で作った上質の和紙のこと、シワがなく純白でキメの美しい髪。ひー、うん、指を詰める際に第一関節のところで切り落とすと、符号の関係上第一関節近くの骨を取る羽目になり、指がさらに短くなるので第一関節より上で切りましょう。はあ詳しいっすね。いつも病院連れてけ。ビビっちゃって何も言えなくなるよね、一般人なんだから。片着どころかなんか普通の人よりだいぶ肝っ玉が小さい馬ちゃんにはもう格好いい柏木。健康とステージはすまねえぞ。サンジはどこだ。ヨタもいい加減しやがれよ、やろ。でたらめな、ふざけた、くだらない言葉。落語で与太郎という知恵の足りない人物の語りがあり、そこから役に立たないもの、愚か者を与太郎と言うようになった。転じてそういう人間を与太郎、ふざけた言葉を与太という、与太話っていうあれですよね。だって馬ちゃん何もしてないのに、まあ銃は撃っちゃったけど、それでいきなりヤクザの組長のとこ連れてこれて指飛ばされるどころじゃ済まないような状況になるって、どんだけ運悪いんだよ。そこさまに振った。ん、なんだそれは。どうして三次が入れたのか。腐ったな牛を。寝てる時だ。これっぽっちの分け前で組を打ったわけじゃあるまい。おお、だった。こいつは牛尾じゃない。ドキ。昔の暴れ牛は死んだ。あー、婚約指輪。あーすごい、そうなるのか。給料3ヶ月分ね。
映画館の CM などを中心に展開した結果、大衆は洗脳され、今や定着してしまった。でも俺給料少ないから3ヶ月分でも大したことないやなどという自称耳の悲しい声も、そんなとこから来てんだね。まあそんなもんだよね、流行りって。事件とは関係ないものでして、おお、すごい凛々しい、えって顔してる、なにえって顔してる、うん、きちんと話しておいた方がいい。強盗事件とは無関係だから、そう堂々と指輪を持って後ろもくぐる。うしよ、殺されるよりはとりあえず嘘だろうが勘違いだろうが利用して生き延びるのかまず生きないとね。うん、ウーザンとの婚約認めてから殺してください。役者だ。腰抜けちゃうじゃねえのか、おやっさん。結婚は許さん。父の威厳。現代日本において消滅の危機に瀕しているもの、特にお父さんの洗濯物一緒に私のたら下着がな、うん、娘の子に象徴される、まあまあまあ分かりやすい例ですね。お嬢さんとの結婚を申し込んだばかりだ、言ってたね、そういえば。なんか顔右に左に曲がってね、アングルかな。文のことを考えて、ま、娘の気持ちをっていう。うわすげえかっこいい、ルイコ。少々厄介な話になってくる。口を慎め。断る理由もない。まあこいつでもなんかくせえよな、なんか裏切りそうだし。こっちよりはだいぶマシだ。命だけは助けてやる。ルイコは女の子だよな、うん、すげえ強いな、本気なんだな。仁王立ちになる。仏法を加護する金剛力士を仁王。あ、仁王ってあの書き方もあんだ。呪文、寺門呪文が出てくる。左右一対。
仁王像の、うん、金剛力士像みたいな。白峰組長がさえいつに立ってるわけではない。どういうこっちゃい。ヒック類子。死ねい。かあ。一線した。ピカリと光ること。きらめく。ん？きらめくじゃねえ。きらりとひらめくこと。だからというとこの発光装置がついていて、ちなみに組長スイッチオンで光ったわけで、そんなそんなさ、子供のおもちゃじゃねえんだから。はらり、どこも見る目がない。モテない男が周囲の女に対してよく口にするセリフ。他にも自分を慰めるのによく使われる言葉としては、女は自分を不幸にする男に惹かれていくものだとか、結婚は2番目に好きな人とするものだとかがある。時代を感じますね、そういう言い回しも。腰を抜かしていた。サンジの首とチャカを持ってこい。血色バム、血色バム、ムッとして怒りを表すこと。ちなみにバムというのはこの様子の現れることを示す。動詞を作る接続設備語です。汗バム、あ、汗バムはよく聞きますよね。騒ぐな。くっ、なんかすごい優しそうな顔してる杯。ヤクザ社会においてこれを組み交わせば血よりも濃い結びつきとされる親子杯。親子、子分の間柄になるための儀式。兄弟杯、兄弟分の間柄になるための儀式。大木杯、跡目、ああ、はいはいはい、継承のための儀式などがある、うん、兄弟の杯ってよく聞く。龍が如くでよく聞く。うん、強い女よ。はあ、白木の杯、白木の盆か、杯に乗った杯ってなんだ。売借、杯ごとの際に両者の間に入ってまとめること。見届け人みたいな。大組織の杯ごとでは式場設営の指揮を取る。裏方の仕事はもとより、表舞台での儀式の立役者となって采配を振る、うん、そのため主役を引き立て立せるかかどうかは売借人の腕によるところが大きい方。今一度三口藩、
おお、すごい、だいぶ風格がありますね。やっぱ和服だと姉さんって感じですね。飲めない、でも飲まないと殺される。お酒ダメだっけ。ほう、ののののの、みみみ、アルコールが回った。うまちゃん開始。畳んで懐に入れて置く、包装紙または半紙、歌を書き記して鼻紙に使う、ティッシュとメモを兼ねたようなもの。ほん、拙なき杯でございました。欲定の儀、つつがなく終了いたしました。よーってやつですね。アラビ人、まあお酒弱いかな。うん、ぶにゃり、ちょっと待って。あははと言いながら、あ、うー、なるほどな。あおやおや、慌ててはだけた。すっそ。なになに、襟は、はかま襟袖たもと。わからん。う、いてて。ふん。インテリ気取り、嫌だこの顔。気持ち悪。挨拶したい。おお、目が、1時間ぐらい、丁寧にな。丁寧にね。あったと。いやこれマジ考えようかな。すぐマイク倒れちゃうんだよな。あらあら、猛獣の檻、ブランデーが並べられた。牛を好きだったらしいですからね。うん、果実酒、ん、何あれ、重粒。
ほとんど私の入試です。これ爆発するんじゃない？馬ちゃん。そうじゃない？いただくぜ。必ず駆けつけ3倍でしょ。頑張ってる。暴れ牛なんですか？聞いた話とは随分違いますぜ。どこかおかしい。車に乗せてからだ。けったらしがねえ。この牛救世されてんじゃねえか。キキキ。あ、やべ。動物の繁殖や凶暴化を防いだり、上質の肉を得る。あ、そうだよね。そう、あるんですよ。金抜きって言うんですけどね。うん。オスについて。人間のオスが繁殖腺を取り除く場合は、決して上のような理由からではない。パイプカットってやつですね。なんだと？誰に勝って言ってんだ、この野郎。いきなりボトルで殴りつけた。馬ちゃん。キャー、やろう。意外な構造に気を飲む。言うがるんじゃねえ、ひよっこどもが。目が完全に座っている。角のある声でどうやら切れたらしい。鼻垂らしてる時から刃重ねてるんだ。何百回ずっとなくし。今さら何言ってやがる。ヤクザの回復すっごくどんどんのし上がっていく男だ。銀幕っつって。スクリーン、展示って映画、または映画界のことを言う。かつては銀幕のスターであるとか、銀幕の女王とか、という言い方があったが、今映画だけでしか見られない。役者はほとんどいないため、死後になりつつある。組長の跡目だ。組長なんだ、今もうやってるら。あ、まあそうだね。うん。岩松残次郎。ああ、久しぶりに出たな。公園の一角から声が響き、独走させてもらいます。赤いバラ、赤い白いスーツ。調理層博士。主役になるんだ。起き上がった。ちくしょーっとそう握ってる。なってね。その構えは。客の目引きつけられるかや。全然だって、ちょっと貸してみろ。だからそうじゃねえ。あ、強い。グラスを殴りつけた。刺し方教えてやる。少し狭いな。そこのヒゲ親父。お前ちょっとそこのテーブル笑え。場所開けるんだよ。ははは。笑ってんじゃねえこのバカ野郎。かっけえ。暴れ牛よりやばいんじゃないこれ。わかんない分限度っつうか。このド素人が。いつまでもさっさと立って。さっさと立って得意なんだよ。人生劇場。
喜怒哀楽の激しい主人公の胸郭波乱万丈の人生を送る鴨田浩二主演の古い人気映画、うん、同タイトルのレコードを出し、その鼻をつまんで歌う仕草が受けて大ヒットとは。へぇー、ケンさんの網走、あー、北海道か、一番街網走って有名ですもんね、あの刑務所。片倉健、片倉健ってもしかして高倉健かい。武器ちゃやっぱそうだ、武器っちゃですから。ギリギリすぎるな。あー無造作にドスをガラシャツの太ももに突き刺した。これさ、障害っていうか小道具だと思ってやってるからなお立ち悪いよな。若い衆は色を失った。いいぞその表情だ。演技だと思ってる。シモリアル、お前刺される方がうまいじゃねえか。その感情忘れるんだよが怖え。ビビってしまう、声も出ない。何ボケずしてんだ、いつもの医者連れてけ。ちくしょう、覚えてろ。もっとマジなセリフが言えねえのか。アドリブの下手なやつだ。誰か刺し方教えてほしいやつがいるか。ブルブル首を横に。やっぱり暴れ牛はむちゃくちゃだ。この街も住みづらくなった。そろそろ潮時だ。当てのねえ旅さ。去年橋役で主演した時代劇座頭市ね、座頭市、座頭市ですね。壺振り名人アンギャ東新ロータ東新ロータかな、うん。ザズイチって確かたけしやってたよね、うん。お、送ります、どうぞ車まで。おお、決めて邪魔すんじゃねえこのバカども。ああいやこれはもう暴れ牛ってレベルじゃないだろう。で誰がこの馬止めんだよ。あははは、何年この世界で嫌がるんだ。山吹以外もみんな伸びちゃってんじゃん。あ、こんばんはね。187、マジか、ありがとうございます。だいぶ上がったな。あばよ、かっけえ。正月映画、渡り鳥、紅の空かな。渡りガラスか、はは、本当だ。間が一本ない。サックスを携え、馬に乗って全国を旅する主人公が旅先で出会った人々を悪漢から救うという、完全超悪のストーリー。川林明、ガンマンスタイル。おお、かっけえ、馬ちゃん。すごい気分良さそうに出てきた。これはなんだっけ、シラミを呼ぶ、シラミだよね。最近覚えました、この感じ。風の左側ないやつね。うん。独走最前線ね。
太陽に吠えろな。完全に酔っ払い。ティアンデイビアランボーメ。あ、ようちゃんじゃん。ガキン爪の赤でも先日でボイスチェンジャーに向かう。崖はね、それでもね、正々堂々やるとね、まあ、それは信じてたのにな。崖ってやばいよね。赤城山さん、え、これバッドエンドじゃない？あ、これそっか、傭兵のあれで馬ちゃん来てたっけ。そういえば赤城山慶次郎さん、映画を見てあなたに憧れて役者になったんです。もう酔っ払ってるから。ケニーの愛称で親しまれた代表作はピストル・ム・ブライチョーシリーズ。ライバル役のアナとジョー、あ、シシドジョーかとのキザなやりとりがアナとってダンプカーに下宿したっていうニュース、一晩中泣きました。だったら僕なわけないでしょは判断がつかなくなっている。まあこんなね、こわもてのね男にいきなり凄まれたらな。あなたのように高校生は逃げ去ったこんなところで第二の赤城山慶次郎になるんだ。放置自転車を見た。うわあ、馬ちゃん。はあ、酔って自殺を図る。この事故が赤城山慶次郎を招いたものだと気づく者誰一人いなかった。そりゃそうだ。バッドエンド。死んだ。自殺ミスを図るだから死んではいないのか。あ、いやでも即死したって書いてある。なるほど。バッテン増えましたね、久しぶりに。ようちゃんがそこに来たからダメだったんでしょ。うん、今どうなってんだろうこれ。バッドエンド。馬部から逃げて教室で、でもこれ馬部の後だよな。え、傭兵、傭兵がそこに行かないようにするにはっていうあれかな。まあいいわ、今日はじゃあちょうどちょうどっていうのもあれだけど、まあ、キリが良いのでじゃあこの辺で終わりますか。うん、あれ待って、これちょっとでも見てみようか。安田の提案。あ、あー、なるほど、やっぱここなんだ。まあいいや、じゃあ終わります。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。